すごい脚本を持ってきたぞ。金になること間違いなし。ゾンビホラーと禁断のロマンスを足して2をかけたような衝撃作だ。目を閉じて想像してみろ。最高機密の積み荷を乗せた最高機密の軍用機がエンジンの故障で空中爆発してしまう。残骸は人里離れた小麦畑に降り注ぐんだ。どんな最高機密かって、軍は死んだ兵士をスーパーソルジャーゾンビとして蘇らせたんだ。爆発の音で女が目を覚ます。そしてこう言うんだ。キャー、あなた今の何？ちょっと見てきて。ああ、いいとも。だがそれは間違いだ。スーパーソルジャーゾンビたちが臨戦態勢なんだから。うわあ、俺の土地にゾンビがいるぞ。奴らを止められるのはもはやこの男だけ。もし失敗したら世界はゾンビゾンビゾンビパニックパニックパニック。ああ、逃げろ。ここは俺に任せろ。アメリカのど真ん中、玄関にはゾンビ。主人公は謎のコンテナを破壊しなければならない。これを変異ステーションと呼ぼう。霧のかかった夜に。違う、晴れた夜にしろ。レンズフレアが綺麗に出る。おお、そうしよう。そっちの持ち味は生かすべきだしな。ガラス製のカプセルでゾンビを作る液体でいっぱいなんだ。我らが主人公がガラスに弾丸をぶち込むところが目に浮かぶ。あー、最高に活かしてるぜ。
主人公が納屋に行くとさらにゾンビと出くわす。いや、別の場所がいい。納屋じゃなくてガス貯蔵室。ああ、そっちの方がメインストリームっぽくていい。主人公は燃える残骸に近づく。 あれはなんだ。頭をかち割られたゾンビだ。脳みそが溢れ出してるし、毒性のゾンビ液も漏れてる。ちょっとグロいな。そいつにヘッドショットをお見舞いするとどうなるか知りたいか。いや、いい。森では死んだ犬が謎の液体で次々復活してる。ダメだ、犬の死体は観客受けが良くない。じゃあ死んだ犬じゃなくてゾンビ狼で。ゾンビを喰らえ、ゾンビを喰らえ、全員ゾンビを喰らいやがれ。
じゃない。あんたが似たようなドラマを作ってたのは知ってる。あれの斜め上を行くやつだと思ってくれ。賞を取ったんだぞ。取ってない賞もあるだろう。いや、もう賞はいらない。君のアイデアは平凡だし、私とも合わなそうだ。そんなことないぞ。